お疲れ様です。今日はこちら高回転 U のミラーやっていきます。さあ久々のね、このトルネウッドミラーをやっていこうと思うんですが、今日はねロケ法を採用してみました。はい、今まではプリンセスかな、主にね、はい、プリンでやってたんですけど、だからまあ最近プリンセスの居場所がないなんだろうね、なんだろう、プリンセスじゃもう止まんないのかな。はい、まあちょっとあんまいないので、まあ、枯渇もちょっと少ないよという時代ですね。はい、なのでまあ進化もね、はい、できます。ロケット奉仕採用で遊んでいこうかな。よいしょ。そろそろだからプリンセス進化来てもいいんじゃないか説、早いかウルトラレアで進化ってさ、してるやついるっけ。え、熱いねえか。おー、ゴブジャイな。うわー、ゴブジャイとかはね、ちょっと嫌ですよね。しょっぱい。しょっぱいが、さあ、ドリルも防衛に使って、このロケ砲の拡散のエイムが良かったりすれば、もっと楽に勝てそうなんですけども、うい、まあ、耐えたでしょう。さあ、まあ、このデッキは、まあ、ロケット砲士が長生きするならロケット砲士ミラーですし、相手の陸が薄いなら有能をミラーしますし、相手がホグだったりバルーンならトルネをミラーしますし、まあ暇だったらスケドラでもミラーしときますかっていう立ち回りかな。まあゴブジャイなんでね、ちょっとめんどいな、そのスケとかスケドラがゴブジャイの背中で処されちゃうのがね、納得いかない。さあ神ロケコでうっからの、ここはドリルつなげたいね。お、でかい。そっちに行ってくれる。おー、強っ。さあ、ボーラーまでね、しっかりセットで入ってますが、今、ザップを使ったので、これ、ドリルからの進化スケとかっていう、オシャンティー技も、ちょっと見える。ちょっと見える気がしたが、どうですかい？で、これマジでワンチャン事故らん？あるよ。うわ、来た来た。え、なんで来てないん今ので進化、え、今の事故んねえのちょっとしょっぱいっすよね。いやー、まあ暇な時はこういう U のミラーだって言ってもいいでしょう。でボーラーを前に置きたくなると思いますが、後ろ、いやー、陸行きが豊富ではあるが、うちの U のは走ります。そっちそっちに走る。いや、いいよ、いいね。ロケット星がさ、無限に頑張っている。ユーノの走らせからのウッドでしばいてみたいなね。いや、翻弄してますよ。しかもキノコが、あー、このね、それ強いんだよね。よろしくないよね。まあ、これは巨スケをね、確実に抑えることが大事からの、まあ左かな俺は。もうね、こんな感じでゴリゴリいってあげて、いやー、ナイトが下がればな、ロケ砲の火花結構入るんですけど、いや、でかい。さあ、無能ゴブじゃいる、いいよ。流れとしてはだいぶいいね。てかロケ砲が相手すげえきつそうだな。うん、やばい、そのトゲで、まあここはしっかり防衛にね使ってあげて、いいよ、冷静。今日の俺は冷静です。やばい、危ね。進化スキャあります。まあ出しとくか、今なんでね。さあドリルからの、いやー、このドリルの位置悪かったか。いや、ボーラーが寝る。いやー、いい進化ザップ。いや、おおおおおおお、ないんね。いやー、ちょっと怖いが、さすがにこういうのもドリルでちゃんと守りたい。よし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 。しかも残っちゃうんですよね。でこれ右にね、ユーノとか行って本命は左みたいなね。さあこういうことも可能です。で俺はロケ砲が入れば嬉しいので、え、もしかしてやっちった神トルネード来た。え、やばすぎる。さあ火花パチパチ、残り400って結構遠いんだよな。
マジビビります。え、まあまあビビり防衛して、いやロケ砲やばすぎるなこいつ。え、守れば勝ちなんで、さすがに。さあ丁寧に耐えて、進化助で陸受けもあります。ロケ砲無双、よし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 、いいんじゃない。さあロケ砲が大活躍ですね。まあ、言うのも良かったな。まあ、余裕あればねゴブリンドリルミラーとかもできるんですけど、まあ、今回に限ってはもうロケ砲だけで良かったな。強すぎたね。ファイボー持ちね、キョスケゴブジェ、こえ理想的だね、戦い方だったら完璧すぎたか。まあでもスケドラちょっとあれだな、微妙に見えちゃったかもしんないが、俺は好きです。スケルトンドラゴン、おい文句なんなんだろうね。脆いんですけどこの子、まあ、脆いんですけども、ね、ちょいちょいやっぱ活躍するんだね。地味うざな、いてーおーロイか、うわーこれは使っちゃおうかな。一旦守って、ここのカウンターが意外と良かったりしないかい。気持ち程度にウッドとかしたらなんか出てきて、ザッピーザッピー、ちょマジ久しぶりに見るぞおい、ザッピーですって。え、マジ半年ぶりぐらいに見る気がするけど、そんなことはねえのか。え、ちょっと待って、そのさ卵でなんかゴーストのルート強制やだな。さあまあ今回もね、相手モンクフェニースケドラが活躍しなさそうではあるんですけど、結構強いからねスケドラは。まあエリゴレとかゴーレムとか、まあそういうのに入ることの方が多いか。走れ、いやでかい、文句されたら陸ないんじゃね、トリトン。いやーこれだいぶ渋いか、ゴーストボンバーなんかだいぶ渋そうなの引いた気がするんですけど、キンキしてんだこれ。うっ、よいさあ耐えてゆく。問題はね、相手の呪文が気になるかな。ボンバー縛いてくれたらもう神だな。おっつ、え、神やんじゃん。で、文句が固まれなかったら、熱いね。やばい、待って、ちょっと痛い。いや、生きてる。入るスケドラ、でかい。マジ文句がねだるすぎる。ドリルで攻めちゃおう。やばい、え、嘘、そっち。いやー、いや、その文句は美味しいな。俺視点早めに固まってくれんので、柳目レイジとかなのかな。こいつは残す。いやー進化ロケコ火花言うの走って。いやーまあ一旦ね、一旦落ち着いて、さあそれは焦り、トルネとウッドで仕分けます。いやこういうスケドラがねめちゃんこ強いんです。端前ね、うん、まあこれは仕方ない。いやー進化助頑張って、ゴブリンからのもう一発。さあ61はウッディウッディトルネードまであります。オーケー、こえロイジェイか。いやまあちょっと回転遅かったんが助かったな。状況にね応じてミラーするカードをまあ選べるんで、
それがちょっといいな。ゴンザ。まあ基本的にはロケ法がやっぱいいね。さあまあダガーなんでどうしようかな。ダガーガールにねゴブリンドリル飛ばしても結構簡単に止められちゃうんですよね。さあダクネ。まあ今の環境トップはジェイダクネなのでまあ多分それかなーっていう気はしてます。まあどう見てもジェイダクネっぽいか。さあヤナアメザップエリクサーポンプのねジェイダクネだと思います。環境頂点の、いやー頑張れ。いやーいいよ。まあそこまでの延命もいらなかったか。からのポンデリポン置かれてまあ試合が始まる感じだと思うんですよね。ヤナアメザップ進化ボンバー、まあこれは悩むっすね。右ドリルでもいいんですけど、まあなんとなくこれでこういうこともしちゃってワンチャンマジで事故らん。うわー左ってか右の進化助がもうちょっとガーディアンに処されなかったらな。まあでもエリポン壊せたの結構でかいな。俺だけエリポンに手届かないんでポンって置かれるだけ苦しいですが、さあいやー悩みケツスケドラ。これロケコでよかったかもね。まあ暇なんでちょっかいかけちゃうか。よし、ヤナアメからの、まあ、もう一枚でね処されるんでヤナアメザップで、おお、うっ、いやーこれね一回絶妙に悩むんですけどちょっとだけちょっかいかけちゃう。ウッドミラーなんて、え、やばい、コウモリが消えない、あぶね、やべ、コウモリがブラスターみたいになってたね今。いやー耐えれるよこれ、相手ヤザなんでね。いやー進化ロケコあっちー。まあ耐えまして、まあこっちだっていい、残ってるし、まあ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 、いやそれでいい、それでいい、全然いい、許容できる。なんならこのまま右にシフトチェンジしてもいい。まあ無理せずね、ロケット奉仕が重要。さあザップ使った、ってことはヤナアメはある。で、このロケコにヤナアメは打たせます。そしたらこっちのロケット星はどうすんのってなるんでね。よしよしよし。いや、いいね。それでいい。こういうのはね、あのビビってしっかりドリル防衛しちゃう。で俺守ればね一応勝てるんですよね。もう無理に攻める必要はないんですけど攻めちゃいます。いや言うのがスカラの進化助よ。ヤナメ打ったらさこっちがどうすんのってなるよね。わあ延命したかったなそれ。え延命できちゃった熱っ。えトルネで削ってさあでロケオにヤナメ打ったらもう一回ロケオが来る。ウッドからのウッドとかで落ちたりしませんか。ういしょー、こえーマジジャイダクネ環境流行りすぎてるか。まあそこにも戦えますよと。宝箱来ました、ラッキーボックス。今日はウルトラを当てます。はいはい、まあ 1.5% ですから当たりませんよと。
さあダガーガール祭りではある。進化スケ進化ロケ、こう進化ロケット方針もなんか久しぶりに使ってるんですけど、結構強いな。ボンバーがね、結局なんかイカれすぎてて目立ってるだけで、周りも強いですからね。さあ進化を貯めまして、ボーリーか。いやー、俺なんか行っちゃっていいんじゃない。結構入ってくんねえかな。あー、やべえか。ビビリドリル防衛しちゃいます。いや、逆サイのダガー優秀すぎん？そんなことある？いやー、まあいいでしょう。五分じゃいいか。なるほどね。これ来そうだな。耐えれるかな。来ない。お、さあキョスケ五分じゃいだな。呪文が何だったっけな、これ。ザップと、マジ忘れちゃったな。まあライトニングか。いや、ロケコ残れないか。最後に気合いの、いやー、よくやった。正直頑張れ、やめろ。うっ、いやー、全然いい。さあ2000までしかも削ってます。相手の対空はガゴリトプリで、まあ進化ザップか。リトプリだけ仕留めれたらな、楽に戦えるんですが、これだけで正直止まってほしいが、ザップも来るよね。いやー、まあ全然いい。さあ、で一応ガーディアンも警戒しながら、どうせボーラーとかねやりたいと思うんで。意味のあるトルネカは聞かないでくれ。それをしたかっただけなんだ。え、でも待って、進化ロケコ、え、あっつ、この辺になんか来るぞ。うん、何も来ないが、ユーノが走る。え、だから山網がないからさ、もうロケホーパーティーなんだろうな。よいしょ。いや、いいね。これロケホーで陸受けをしながらの、もう一枚。ゴブじゃいい。まあライトニング来るからもね、ワンチャン許容もできるんで。やべ、変なとこ行った、ドリル。これなんか陸が難しいな、受けが。ユーノ走れるんじゃね、これ。ピピピランドだったら避けれる。避けれないか、それも。マジで悩む。387しよう。ウッドみたいな、そんな未来ないから。これでいいや。はい、火花パチパチ。え、クエイクなんや。なるほどね。それ暇しするわけですよと。オッケー、ロケコ強っ。マジで強えやん。無双してたな。ロケット奉仕さ、まあ相手にヤナメがあったらさ、しばかれちゃうけど、ヤナメなかったらもう鬼無双できます、今みたいなね。一生場にいるかんな。壊れカードになるよね、一気に。まあしかもこのデッキの場合、相手にね、あ、まだジャイだ。相手にヤナメがあったとしてもロケット奉仕2体出せるんで。ああ、早いこと。よいしょ。そんな怖くないっていう。いや、ちょっとめんどいな。ハイボか。なんでハイボなんだ。スケキン？え、謎。え、待って、ゴブリン熱い。まあ、多分、再建入りのジャイダクレだと思うんですけど、まあ、それの、相棒型、多分それなだけだと思うんですよね。いやー、いてー。しかもこれさ、許容されちゃうんですよね。多分ガン無視で終わっちゃうよな。あー、まあザップぐらい。
一発美味しいな。まあいらないけど言うのまで出しちゃうか。いやーこの微妙な削りもちょっと大事な気がする。エリポンがねそろそろ下方来るんじゃないですか。これスケドラにファイブ打たしたいな。進化ザップは回んないと思うんで、まだ。いやーもうそれでいい。回りました終わった。俺のシングザップは回んないと思うんで返してほしいなゴリゴリ回ってます。やべえ。スケキンがねめんどいな明らかに。まあこっからでも勝てる保険があるらしいけど、どうなんですか。でもスケキンがめんどいんだ。でもスケキン冴えたな。いやこれちょっと熱いぞ。うわースケドラが持ってね。削りも大事な。え待って相手芝ゾップしてるよ。いやロケコ行ってよかったかもね。いやでも許容もある。えま生きて帰ってこれんだってことはよ。やべ。いやまあ一応トレーニングしとくか。よし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 。好きぐらい添えてユニット咲かせて。よしよしよし。え？おいしくね？いやーそうね。スケキンを裂いたらチャンスです。ボンバーを、え待って、そのトレネやっちゃったかも。え、ヒマナやばい。待って、ロケ砲天才やん、あいつ絶対。で、ドリルの着地ダメージとウッドトルネぐらいで落ちるんじゃね？おい！やば。いや、これだからロケ砲好きっすよね。マジでいい。おい！飛べフラミスト来た。さあ、よろしく。懐かしいな。公式大会の配信で服脱いでたやつだ服脱いで暴れてて有名になったやつだ。トベフラム、フラミスト。あー、まあ、ポイズンが出てくるとゴブリンドリルっぽいね。ジャイより。いやーこのスケドラミラーもったいなかったか。リトプリか、考えてなかった。まあちまちまして、やばい。うぅ、そっち行くんね。いや惜しい、間に合わねえか。いやでもデリバリーか。まあまあまあ、ドリルポイズンデリバリー。相手陸受けがさちょっとだけ少ない可能性があるっすわ。でそうなった時に結構ユーノとかも事故って入りやすい気がするんで。いやこれ美味しいね。テスラ反応してない。いやウッドなかったら幸せだったな。あんのか。さあ、いや近畿できないのでかすぎる。いや陸受け薄いぞこいつ。
いや、弱すぎる言うの。いや、これね、言っていい。この相手のポイズンは、ちょっと苦しいポイズンなんですよね。知らんけど。4コスぐらいの、しかも、あれが、タワーが寝てるから。いやー、うっといって言うの走りだー。でかすぎるよ。あと1525勝。まあ、負けすし進化もんか。俺はウッドがいるね。これで強いもん。よしよしさ、よしよしよし。これ左の進化スケも相手ちょっと怖いぞ。で、この U の追加が地味に良かったりしちゃったりするんですよね、これで。え、待って、どっか行っちゃった。いや、いい流れ的には悪くないはず。一瞬時間稼いで、いやー、1500が意外とでも削るの大変か。まあ負け筋ね、ボンバーなんで。これはね、我慢しかない。痛いけどね、今の。いやー、ウッドがよくねえなー。ウッドが有能を刺さないといけないな。まあ7位バッチついてる猛者なんでね、相手も。いやー、偉いなー、その1枚だけ。俺もスケトラいらないもんな、言ったら。いやー、入りすぎ。やべ、うっ、終わりそう。いやー、追いつかれたというか、もうこうなったら勝てねえのか。マジで強制ドリルが痛すぎるが、攻めてきてくれて噛み合って言うのが入るみたいなオチがあればですが、さすがにね。いやー、フラムちゃん、フラムちゃん飛び跳ねてんだろうな。いや、ドリルね、惜しかったな。めっちゃ押してたけどな、トルネポイズン。そうね、やっぱ陸がね、スケとかなかったんで、有能させたらでかかったけど、鉄壁だよな。ゴブリンドリル。まあまあ、何か一つ相手がなかったらな、結構でかかったんですけどね。そのデリバリーがないとか、まあローリングウッドがないとか、いい感じにね、止められちゃったっすよね、フレンツ。ぽい。なんかラバかエリゴレでこういう名前のプレイヤーを見たことがあるんですけども、一体どのチンパン野郎だ。わあ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 。ヒーラーの時点でもう察し。何ゴレ？エリポンゴレかな。ボンバーいなかったら嬉しいな。まあこのエリポンはね、覚悟の
このエリポンのアドはだいぶやばいんですけど。え、おいしいかこれ。今ケツゴレじゃなくてもっかいリポン置けなかったのかな。置かれてたらちょっと怖い気はしたが、でもヒーラーだもんな。守れんか俺これ。まあ守るしか勝てないと思うんで守ります。よしよしよし。いや、最初のエリクサーのアドを完全になくしたと思えば悪くない。問題はないリポン行くしかない。うわトルネ、え待って、トルネザップ耐える、でかい、待ってそれやばい。それやばすぎる。ええぐっ、進化ロピコってそんな強いんだ。勝ちました。109やん。取るね取るね、おいやば。いやでもこれも全てはね、1枚のあのゴレを守ったからこそのね、ドリルドリル。めっちゃ強いやん。やばすぎる。さあ来た、リーチ。さあよろしく。ロケホードリーム、ドリルドリルドリーム。さあもうボンバーね。ああもうそういうやつやん。いやボンバー咲いてるからちょっと壊せる。いや、でかい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 、正直。ジャイダクネです。まあ、ダクネじゃない可能性もあるんですけど、まあ、リポンジャイですね。もうそれしかいないやん、今のクラロは。やばすぎる。しかもチンパン。いやー、まあ、まあ。うん、許しましょうか。俺の限界だった。やぶねー、怖っ。今ので普通に600入っちゃうっすからね。いやー、イージンエリポンゲームだなおい。マジで吐きそう。ふふふ、果たしているのか。いやマジで怪しいか。やばいな、相手もやってることが。なんか良くないな。次のエリポンにドリル飛ばしたら俺終わります。これは一回静かに眠ります。いやー、しかも進化ザップなんで俺のロケホーロケホーがねしばかれちゃうんですよね。早めに出しちゃおう。進化ザップじゃねえし。いいよ、耐えます。1本置かれます。苦しいです。いやー苦しくても耐えるんです。あマジで相手それしかしなくなってきた。最悪、結構気悪いなその立ち回り。良すぎるんだよな、理想すぎる立ち回りされてる。
中和でなんか竹取って、いやー意外といいんじゃない。2077ね。ここ一回フルでいきます。いやーボンが強え、あんた、あんた強えよ。マジで怖かったなぁ、危ね。というわけで皆さんもよければね、ロケコユーのミラーデッキね、やってみてください。ではお疲れ様だね。